どうも、みたです。三国無双やっていきたいと思います。はい、本日は、200万ダウンロード記念、衣装付き武将パック。こちらを開けていこうかなと思っております。まあ、こちらなんですけども、中身の方が、えー、星4から星6の武将巻物5個、えー、星3の衣装箱1つ、で、高級経験談が5個となっております。まあね、衣装袋、えー、衣装箱、衣装箱なかなか持ってない人多いです。 まあ自分の方はとりあえず持ってはいるんですけど、星さんのやつを何個か持ってるのと、星4 1個持ってるんですけども、やっぱり、え解放して捨ていきたいということで、まあ、衣装欲しいですね。うん。まあ、こちらの値段の方が3000円と、まあ、金貨で買えないんですけども、もしね、課金されている方で、衣装箱持ってない方は引いてもいいのかな、うん、思っております。まあ、とりあえず衣装はね、あって損はしないと思います。うん。 まあ、通常のもので、専用武器みたいに出るわけではないので、引いてみてもいいのかなと思っております。まあ、そちらの方は、まあ、この動画見てもらってね、どういうものが出るのかって見てもらって、引くのもいいのかなとは思いますね。はい。そしてこの前ね、えー、生放送で衣装箱を配られましたんで、まあ、それが持ってたら別にいいかもしれませんが、うん、いいと思います。で、このこ、えー、幸福箱。 幸福箱の方は、えー、18日前ですが、こういう形で持ってます。自分的にこれは引かないでおこうかなと思ってます。こちらの方はね、うん、金貨5、金貨で回せるんですけど、衣装箱が出るとしても確率は低いんで、自分はこちらの3000円の方を買ってね、課金して、衣装箱開けていこうかなと思っております。うん。まあ、そんなとこかな。うん。まあ、他の、えー、記念パック着ておりますが、今んとこは開けるつもりはございません。うん。 とりあえず、とりあえず衣装箱開けていきましょうか。はい。では、えー、買っていきまーす。はい、買って参りました。こちらの方がね、衣装付きの部城バッグとなっております。まあ、とりあえず開けていきましょう。はい、これがいただきました。まあ、高級経験談は置いといて、置いといて衣装箱は最後にしましょうか。うん。で、これ、4つ、4つ、5つ、どっちだっけ ?5 つか。開けていこう。あ、いいや。 これは置いときます。また今度、貯まったら、たまったら行きます。はい。衣装箱開けましょう。で、大凶の衣装、周囲の衣装、芝居の衣装、細分機の衣装、孫昇校の衣装、張飛の衣装。まあ、前回と同じかな。うん、前回と同じなんで、まあ自分的には孫昇校がいるから孫昇校の衣装が欲しいかなとは思ってます。まあ今持ってるのが確か芝居ばっかなんだよな。芝居と張飛うん。 なので、損傷をこういただきたいです。お願いしまーす。これ誰これ誰の衣装再分岐。おすごい高い戦力は高いんですけども、攻撃がついてない。うん、戦力は12000とかなり高いものが来ますね。ですが、攻撃がついてないので、まあ、保留っていう形かな。 うん。一応、まだ公式のやつ受け取っていないので、この動画撮ってる時には。なので、その公式のものを受け取った時、まあ、どれぐらい、どれぐらい強いのが出るかどうかで、うん、引っか引かないかは、引っか引かないか、合成するか合成しないか迷っていこうかなと思っております。ま、あそんなところっすよね。はい。ま、あ本日はこちらまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。 まあもう一、もうあと二つのね、箱は引くか引かないか分かりませんが、まあ引くときはよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでしたさよなら